USD マミヤチャンネルさんとのコラボ動画、はいはい、そして対決、はい、ダブルス同点、同点、はい、そしてシングルスワン石川さんと日野、うん、はい、日野の勝利ということで今一勝、ナイスですね、ありがとうございます。はい、ということで、はい、まあ、エース登場ということで、そうですね、今野さんと、はい、長谷川さんとのガチ対決、はい、マッチプレイです。3ホール、はい、意気込みを、一人は心細いですけど、はい、なんとか勝って同点には、うん、持っていきたいと思います、うん、あのリベンジなんで我々は、ね、負けるわけにいかないんですよ、14代表として、はい、はい、よろしくお願いします。頑張ります。はい、ということでシングルス2エース対決よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。ああ戻ってきた戻ってきた、かすっただけ、かすっただけ、あぶねえ、すごいところ映す、あぶねえ何やってんのよ、ショートカット狙いですかね。よいしょ、ありがとうございます。いい感じ、はい、まっすぐ行きました、めっちゃいい感じです。オッケー、心強いわ。本野さんマッチプレーってやったことってあるんですか？1回だけなんか大学のほんとちっちゃい試合っていうかみたいなのでやりました、1回だけ。そうなんですね、はい、マッチプレーってやっぱ少ないですよね、うん、ほんと大学の上のリーグの一部の人っていう感じですもんね、うん、マッチ面白いですけどね、面白いですけどね、見てて、うん、やっぱやってて、うん、そう、なんかストロークだとパー取りだと3打つくじゃないですか、うんうん、パー取り打ってもマッチだったらワンアップ、うん、ワンダウンっていうだけなんで、結構攻めていけそうな感じですかね。175ヤード、7番アイアンでいきます。あっちはあっちで。きついね。いやでも上がってる。上がってる？どう？ピン方向？暗くて分かんない。いい音した。いやちょっと左だ。いい音した。いやちょっと左だ。おー、でもナイスー、本当ですか、よかった。20ヤードぐらいですね。おー、止まれ、あれ、9メートルのバーディーパットです。打ったよ、あ、強い強い、上に行ったね、結構ガッツリ行ったっすね。全然転がりました。いやあんじゃん、あるよ、ダメだマークですね、そうですね、一応じゃあ、あるよ、もう返し打ったの、うわっ、すごいですか、オッケーオッケーですか、僕じゃない、僕じゃない、オッケーあげたいけど逆なんよ、怖い怖い、俺、男気出さない、やるべきことが、まだ一ホール目なんで、オッケーです、よし、うまい。お互いボギーということでドロー、なんかフーさん危ないよね。6番でいきます。ほい。来た。うま。いいよ。もうちょい左来い。ね、ちょっと右。うん、めそー。めそー。よしよし。ああ、上り残して。お、よかった。ふーさんは下り。下り。なんか、このまま白黒つかないで終わりそうな雰囲気で、このドロー、ここのドローとかでなんかうち勝ってもなんか勝った感じしないから、パター不安なんですけど、俺も今野さんのパター不安。いや、ナイスオンですね、ありがとうございます、いや、ナイスオンですよ、ありがとうございます、ちょっとドキドキするんですけど、これ
今日のさっきからグリーンやってる感じだと下りはマジで難しい。スピードがわからない。距離は今野さんの方があるけど打てばいいから。風也の場合はちょっとどのぐらいのスピードで行くかわかんないから読みづらいと思う。7メートルのバーディーパットです。おお、ナイスです。 OK。 怪しい。ありがとうございます。打った。回れ。うわ、曲がんね。やっぱそうだよね。スライス最後ありそうなんだよね、フックというか。 OK です。よし。ということでお互いパーということでこのホールもドロー。トータルドローでございます。ふうさん、はいはい、ドロー。この二人引き分けでうちら勝利はマジでやめよう、はいはい、全然盛り上がらないから。そうっすよね。次のホール絶対取って。さあ最終ホールでございます。まあここはバーディーどっちが取るかというホールだと思います、はい、ちょっとティーショット不安だけど。狭く見える。おー、ギリギリいった。なんか危ねえ今日。ナイス。ありがとうございます。バンカーちょい左ぐらいかな。いやもうここは本当お互い白黒をちゃんとつけよう。はい、もうここは狙っていく。2人とも気持ち的にはもうバーディー狙い、まあ下手すればイーグル狙い、届かなくても狙っていきます。狙っていく。はい。このさんは何ヤードだったら届く。230ぐらいまでだったら。お、230届く。頑張れば届くかなと思います。打ち下ろし238の222。じゃあ20度でいきます。よし、いけ。おお、これはバンカーだ。バンカーですよね。いやでもナイスです。あ、ナイストライです。今野さん狙う。いやもう狙うしかないですよね。5番アウト 17.5 度で来た。これ来たよ。うまっ。お、なんか乗った音がした。見えない。バンカーのちょっと手前ラフ、池は越えてる。危ない。ここの砂難しいよね。サラサラ。でも腕の見せ所。58でいきます。はい、52の止まり。ステイ、帰れ。おお、すげえ。ナイス。めちゃスピン。うま。怖くない？いい。ズドンだよ、ズドン。あれを入れる。そうだ。入ったら一緒だ。強気ね、強気。もちろん。来た。うわ。入ったと思ったのに、ね、ナイストライ。 OK? OK。 ありがとうございます。入ったと思ったよ、今のは。うわ、マジかよ。 OK ですか？ OK です。あ、いや、しない。あ、でも一応 OK しない。 OK しない。お願い、お願い。ナイスです。はい、ナイスです。ありがとうございました。ありがとうございました。勝ちきれないのか。はい、お疲れ様でした。はい、ということで、シングルス2アイス対決、はい、ドロードロー。ラジオホールパーパーで、ね、はい、チームとしては、ダブルスが引き分け、はい、そして石川さんと日野の対決で日野が勝利、はいはい、で、近野さんと長谷川さんの勝負がドローということで、はい、我々が1勝ということで、やった、勝った、チーム勝ちです。参りました。参りました。といってもね、
前回負けてるんで、そうそう、やっぱこれでやっとトータルイーブンですね。トータルイーブンで、ここ の、 あの白黒もまだついてないですから。そうです、はい、同じぐらいの実力があるってことですか。そういうことですよね。あとこの対決もうちょっと長いホールやらせたら面白いですよ。僕らの対決はなしで白黒つけて、そうです、僕らガヤしてガヤして一応並んだんでね。そうですね、また白黒つけるために、はいはい、ぜひお願いします。お願いします。はい、ということでありがとうございました。よろしくお願いします。